やあ、刹那圭介だよ。箱庭の歌。よーし、やっていきたいと思います。ロードして、あ、こっちじゃないわ。ちょっとね、これや、これやな。ちょっとって言うたけども、まあいいや。説明せんでいいや。前回のあらすじ、ひよこちゃんが、催眠術を歩むにかけました。その結果、歩むが、いつもの歩むじゃなくなっちゃいました。その続き、それにしても面白かったの、ピョちゃんの催眠術。うん、もう一回見たい。アンコール、アンコールみたいになってますよ。そうですか。仕方ないですね。めちゃくちゃ褒められて、褒められてさ、調子乗ってるな、ひよこちゃん。まんざらでもない顔で、ひよこは僕に問いかけてくる。じゃあ今度は誰にかけます？なんで僕に聞くんだ。決定感くれよんやろ。それじゃあこの二人だよ。実はね、収録、生放送外でやった時にね、ちょっとこの辺見てしまってさ、ここ伊月の色が変わっとるでしょ。伊月の色だけなんか薄くなっとるでしょ。ちょっと伊月の方見てしまったんですよね。さて、まあそれはともかくよ。ともかくどっちを見たいですか。伊月にかけたいか、コラミにかけたいか。どっちに催眠術かけたところを見てみたいですかという、そういう話です。コラミ。ああ、コラミですか。でも今回の定期生放送どうかな。結構序盤の方で選択肢出たけん、両方とも見えるかな。それとも、これももう一回動画と最後にくっつけた方がいいのかって言ったら、くっつけた方がいいような気がするんで、片方しか見ません。コラミちゃん見ます。じゃあ、コラミにかけてみてよ。私あはは、面白がっとってさ、ターゲットが自分になったらさ、途端に嫌じゃ嫌じゃ言うタイプのやつじゃ、これ。よくあるよね。おう、それは面白そうだな。兄貴はさっきかかった、妹にもかけたいという気分があるのでしょう。嫌じゃよ。そんな、集体かな。集体をさらすようなことしたら、東道家の名を汚してしまう。さっき兄貴がね、もうやったんでね、もう今更って感じですね。いや、別にそんな立派なお家柄じゃないから、うち。かけるのはいいですけど、どんな味にするんです？思春期のクマとかどうかしら。どういうことや。伊月、そのセンス、どういうことな。ちょっと説明してくれ。もう30分間、この生放送30分間、その説明だけしてくれてもいいけんさ。説明してくれ、思春期のクマってどういう意味なあ。ウィキペディアで調べた方がいい、思春期のクマって。意味がわからん。ほら、歩むだって言ってる。どこから出てきたんだよ、それ。あれか。ラッスンご依頼みたいにさ、意味のない言葉なんやな。思春期のクマ、ほうほうほうほほ、思春期のクマ、思春期のクマ、なんこれ。もう自分で言おうって意味わからん。他にないようでしたら、思春期のクマにしますけど、いいですか。ダメだ、それ思んない。ちょっと待つのじゃ、なんなんじゃそれは。よくよくわかりませんけど、かけてみたらどういう感じかわかるんじゃないですか。そんな適当な感じを催眠術かけるのをやめてほしいのじゃが。とりあえずいいんだね。面白そうだし。じゃあかけますね。あ、思春期のクマで行くの。結局思春期のクマでいいの。ちょっとクラブさん、あなたは思春期のクマです。思春期のクマ、思春期のクマ。コラミの中の思春期のクマがどんなもんかっていうのがちょっと分かってくるんやな。いや、思春期のクマがさ、ベーシックにどんなもんか分からんのにね。それでコナミちゃんのって言われてもさ、そうなんじゃぐらいだから反応しきれんよ。反応できんよな。あ、これですよ。思春期のクマ、思春期のクマ。はい、かかりました。そのさ、簡単にかかりましたって言えるひよこちゃんが怖なってくるね。コナミ、あ、なんだこれ、言うのか。これ思春期のクマ、あ、そうか、反抗期ってやつじゃ。コラミちゃん、思春期イコール反抗期だと思ってるな、これ。コラミ編。お、見事に思春期反抗期っぽいわ。やっぱ反抗期の方でないか、どっちかって言ったら。ふざけんじゃねえよ、マジで。誰か酒持ってこいよ、酒。
おい、思春期って酒飲める年じゃないんだぞ。はっ、なるほど、これは酒と酒をかけたクマジョークというわけだな。そんだけ丁寧にさ解説されたらボケた方ってさ恥ずかしいなってくるよね。くだらないこと、くだらないことに感心してる場合かよ。乱暴な言葉遣いだけど、コナミが普通の言葉を使ってるっていうのも、もう新鮮よね。確かに確かに、じゃあとかノーとかがついてない。そんなことを話しているとコナミは立ち上がり、あたり構わず叫び出した。なんだよなんだよ、酒もねえのかよ、ここはよ。うわあ、暴れるぞ。あ、この声いいんちゃう。コナミちゃんはやっぱこういう声じゃないとな。なんか確かに思春期かもしれないけど、クマの要素が弱いわね。え言っちゃった。コナミちゃん、言っちゃった。クマっぽさってどういう感じ？そりゃクマって言ったら人に襲いかかる感じじゃねえの？ふむふむ。あ、取り入れようとしてる。コナミちゃん真面目に取り入れようとしてる。なんだこれ。ただの酔っ払ったおっさんに見えてきたわ。確かにそうやな。クマじゃなくておっさんだったな。襲うぞクマ！なんなん。モノクマっぽくなってきたよ。クマ！ターゲットはひよこちゃんだった。え、なんでひよこのところに来るんですか？ガオー！それライオン。答えてください。クラミに追いかけられ、ひよこは本拠地内を逃げ回る。は？面白い。ちょっと、キラキラ笑ってないで助けてください。ガオー！ひー！誰か助けてください。ピョピョ、死んだふり、死んだふり。確かに、クマに死んだふりしてもダメだって聞いてます。ガオー、ロウスケさん、なんとか助けてください。いや、術解けよ。ガオー、ひー。まあ、コナミちゃんらしいといえばコナミちゃんらしいですな。はあ、三代目に会いました。うう、何も覚えてないのにどっと疲れてるのは何時じゃ。喉も痛いし。めっちゃ叫んでたからね。コナミちゃんあんだけ叫んだんてさ、マリンちゃんに告白された時ぐらいやもんな。叫びながら暴れ回っていたからね。いやー、それにしてもなかなかすごいわね、ひよこちゃんの催眠術。当然です、天才ですからね、ひよこは。天才は天才かもしれんけどさ、ちょっとドジっ子なんよな。だから可愛いひよこちゃん。まあ天才は天才なんだろうけど、才能の無駄遣いだよな。けど何ですか。いや別に。あ、その時僕はあることを思いついた。どうした涼介、どうかしましたか。あ、うん、ひよこの催眠、その催眠術で小鳥の記憶を取り戻せないかなって思って。あ、なんでどういうことそれ。おう、なるほど。ひよこがどういう理論で催眠術をかけてるか知らないけど、どうなの。そうですね、深層心理に触れるような行為なので、もし小鳥の中に過去の記憶が眠っていたのだとしたら、あるいはえ、蘇らせることできるん。なんでひよこちゃんはそんなことができるんだ。まあそれはとりあえず置いといて、やってみる価値ある。そう簡単にうまくいくとは思いませんけど、やってみる分にはただですし、とりあえずやってみましょう。マジで。え、ここで成功したら今後の展開バッと変わるで。ひよこは小鳥の前に座り、じっとその顔を見つめた。ん？しかし何を思ったのか、ためらいがちにこっちに振り返る。どうした？涼介さん。ん？どうかした？ひよこの知っている小鳥は、今ここにいる小鳥とはだいぶ印象が違います。そういえば前にそんなことを言っていた。え、印象が違うってどういうこと。もしかして悪い女みたいな感じでさ、ヤクザと一緒に絡むどるってか、そういうタイプの人間だったん。イメージ全然違うな。もし記憶を取り戻したとして、小鳥は今のままなのか、それともそうじゃなくなってしまうのか、ひよこじゃわかりません。え、前の小鳥が嫌な人だったわけじゃないですよ。でもひよこには今の小鳥の方が幸せそうに見えます。
だから思い出すのがいいことなのかどうかよくわからないです。はあ、なるほどな。ひよこの言葉に小鳥は相変わらず。は？小鳥ちゃん、小鳥ちゃん天然っていうかボケ取るっていうかな、そういう感じに見えてきたんよな。怠けた顔をしているだけ。そのうちどうすればいいのかわからなくなったようで。どうするの？僕にそう尋ねてきた。こののんきさである、そこが可愛いのが小鳥ちゃんです。けど今の話から聞いたらさ、記憶失う前はこんなにのんきじゃなかったっていう感じがするんやな。真面目だったやな。キビキビ動くタイプなんやな。ワークウーマンみたいな。仕事がキビキビできるタイプなんやな。いや、そう言われても。さっきまで乗り気だった僕もひよこの話を聞いてしまうと、うんとも言えても言えなくなってしまう。そうやな、簡単にそんな感じで記憶って取り戻していいものなのか。返答に困っていると夏雪は口を開いた。そんなの小鳥さんが自分で決めたらいいんじゃねえの。あ、夏雪いいこと言うでないか。え、まあそうじゃね。本人の記憶については私たちがとよかく言えるようなことじゃないしの。は、はあ、まあ確かにその通りではある。そうですよね。夏雪がコナミの言葉を聞いて、ひよこはまた小鳥の方に向き直った。そして真剣な顔でその顔を見つめ、小鳥は記憶を取り戻したいですか。そう尋ねた。記憶、ひよこの記憶をゆっくり復唱し、小鳥は顔を伏せる。思い出せるなら思い出したい。小鳥の口から出たのはそんな簡潔な答え。あ、やっぱ過去の自分点を思い出したいっていう気持ちがあるんやな、小鳥ちゃんも。それを聞いてひよこはぎゅっと目をつむって、わかりました。そう言ってからまた顔を上げた。じゃあ行きますよ。来るんか。とうとう小鳥ちゃんが記憶取り戻すときは来るんかもしれんのか。うん。なんかさ、なんかさ、突っ込ませてもらっていいかな。ちょっと、小鳥ちゃんの記憶が取り戻されるか、戻せないかっていう重大な場面なのにさ、これポクポクなるシュールでな、シュールで笑ってしまうんやけどさ。いや、あんまフレンド語。あなたは忘れてることを思い出します。忘れてることを思い出します。思い出します。思い出します。ちょっとそのチン入れんといてくれんかな。結構ここ重要な場面やけんな。かかったの？一応さっきまでと同じようにやりましたけど失敗でしょうか。どうなんだろう。お、なんだ。小鳥は黙ったままうつむいている。小鳥？僕はゆっくり近づいてその方に手を置こうと手を伸ばした。その時だった。何？何？突然小鳥は顔を上げて立ち上がる。小鳥！まずい。この小鳥は敵と戦っている時の臨戦状態の臨戦態勢の小鳥になっていた。え、あ、こんな感じなんだよ、いつも戦いを時って。どう、どうにかしないと。部屋の隅に置いてあったラジオが激しいノイズを拾い出す。あ、敵が近くにおるっていう合図か。え、え、でねは伊豆やなこれ。え、どうしたの、どうなってるの。あ光が小鳥の全身をまとうように小鳥の体から溢れ出る。大丈夫か。みんなは僕と同じようには見ていないようだ。みんな知らんもん、そんなこと。とにかく落ち着かせないと。立ち上がり小鳥に手を伸ばす。そして小鳥に触れた瞬間、ノイズはより一層激しくなり、何があったのか僕の視界は暗転した。誰？これロースケ？おい、ロース。僕の名前を呼ぶ声もだんだんと薄れていく。
そのまま僕の意識は闇の中へと引きずり込まれていった。え、なんこれ、え、え、ロウスケこっちの世界に来てしまった。またここか。またじゃねえよ、またじゃないよ、初めてだろう、初めてだろうが、ロウスケ自身はここに来た初めてだろうが。厚い雲に覆われた暗い世界、平行世界に来たね。これ僕はまたここに立っている。またじゃないよ、以前にも夢で見た場所だった。あ、夢で見たんか、あ、夢で見たことあったんか。今自分が夢での中にいることがなんとなく分かった。この夢は一体何なのだろう。ぼーっとする意識のまま僕はゆっくり歩き出す。あれ、ここって知っている場所だ。知ってるも何も僕の住んでいる島だった。あの日が変わってさ、新しい次の日になったらすぐに出てくるシーンがだいたいこのシーンなんよな。でも少し様子が違う。なんだろう、あれ、島の中心の方に厚い雲を突き抜ける大きな塔が立っている。あ、そこ、そう、平行世界ってそこが違うんよな。行ってみよう。少し距離はあるが歩いてみることにした。あ、神社。何かに導かれるようにこの場所までたどり着く。神社？行き止まりのはずの神社。しかし奥に向かって進んでいくと山のさらに上へと続く道が出来上がっていた。え？平行世界ってそういうところ違うんだ。じゃあ逃げ場所に神社選んだんもここの伏線だったんやな。こういう展開になるためのこの道。僕はそのまま道なりに進んでいく。すごいことになってきた。綺麗やな。塔の真下にやってきた。入り口は探してもどこにも入り口は見つからない。しかしなんとなく僕はどうすればいいか理解していた。右手をかざす。すると僕の口からなんて言ってるんだ、それはなんて言ってるんだ、あまりの下ネタだからこういう文字に置き換えてますみたいな、そういうタイプのやつか、涼介。わけのわからない言葉が飛び出した。自分でもわけわからんのじゃ。アイドルやバウンドやバウンドやバウンド、宇宙人か。反応しちゃったー、反応しちゃったよ。開きゴマとかだったらさ、めちゃくちゃ笑えてくるけどね。それに、こう、雇用するように、目の前に入り口が出来上がる。自分でも何をしたのかわからない。開きゴマって言ったわけじゃないんやな。とりあえず進んでみよう。何なんやろ、これ。塔の存在は前から聞いとったけど、その中身ってなんだ。暗い闇の世界を、闇の中を進んでいく。前に向かって歩いているはずなのに、自分が上に向かっているのか、下に向かっているのか、それともどこにも向かっていないのか、わからなくなる。の？でもずっと歩き続けた末、僕はその背中を見つけた。誰？誰だろう。見覚えのあるような、ないような。そんな少女の後ろ姿。僕が声をかけても少女はこちらを振り返らない。右手に何か光るものがあるが、ここからではそれが何かもよくわからない。歩み寄りその方に触れる。すると僕の意識はまた闇の中へと引きずり込まれた。なんなんこれ、なんでこんな中途半端な感じしか見れんの。戻ってきた。あ、目覚ました。誰かの声に僕は目を開けて体を起こした。お、お、え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、一瞬歩む、足歩むが出てきたけ、歩むの声で読もうとしたらさ、こっちの文字はなずゆきになってる。え、これミスかな、探し屋さんのミスかな。ちょっと騙されかけたんやけど、歩むの声で読みかけたんやけど。うん。お、大丈夫か、どうすか。ああ、うん。部屋は薄暗い。どうやら雨が降り始めているようだった。僕は。ロウスケさん。あ、ヒヨコの顔を見て思い出す。ヒヨコが催眠術をかけた後、小鳥が暴走して、それで、
とは覚えてないようじゃの。突然立ち上がった琴音に触って両乳は急に倒れちゃったのじゃが。そうだったんだ。てかその小鳥ちゃんどうなったんだ。なんとなく覚えてるようないないようなそんな感じだ。なんともないか。病院に連絡した方が。大丈夫大丈夫、僕の方はなんともないって。それより小鳥は。小鳥ならここで寝てるわ。あ、収まったんやな。部屋の隅、小鳥は横になって吐息を立てていたかな。涼介さんが小鳥に触れてすぐ小鳥の暴走は収まりました。その後意識がない涼介さんを小鳥はずっと呼び続けていたんですが、それで疲れたのか催眠術のせいなのか分かりませんが、さっきからそんな状態です。ああ、結構時間経っとんじゃ。なるほど。まあ外も暗いけんな、これ雨降ってる。まあ小鳥さんの方は疲れてるだけっぽいし、涼介が大丈夫ならオッケーってことで。ああ、うん。時計を見ると時刻はもう5時を回っている。どうで雨も降っているわけだ。今夜は台風が来る予報だった。早く帰らんかったらあかん感じやな。小鳥どうしよう。早く帰らないとどんどん雨強くなってくるしの。とりあえず僕はイリンさんに連絡して小鳥を迎えに来てもらうよ。それで僕も車で送ってもらうことにするから、みんなは雨が強くなる前に帰ってよ。みんなしぶしぶ僕の提案にうなずいた。まあ凌介がそう言うなら。それじゃあよろしく頼むの。小鳥が寝てるからって変なことするんじゃないわよ。頑張るわ。変なことせんように頑張るわ。死ねえよ。伊豆木と東堂兄弟が先に補強地から出て、その後にひよこが僕のところにやってきた。歩は歩の話全然聞いてる。歩まだこの部屋おるんかな。すみません、ローズクさん。ひよこが軽はずみにあんなことしたから。いや、別に困った事態に陥ってるわけでもないし、大丈夫だよ。あ、ひよこちゃんも若干、罪悪感に駆られてますな。ほら、早く帰らないと雨強くなるよ。今日の話は、また今度改めて。うん、じゃあね。はい。力なくうなずいて、ひよこはポトポトと本拠地を後にする。最後に歩がやってきた。なあ、涼介、変なことを聞いてもいいか。え？さっきひよこちゃんが佐藤さんに催眠術をかけた時のことなんだが。え？うん。俺には佐藤さんが光っているように見えた。というか、明らかにあの時おかしかったように思うんだが、みんなにはどうやらそうは見えなかったみたいで。え？土曜堂。え？ん？みんな見えてなかったん？光。てか歩だけ見えとったん。え？歩なんかあるんかな。え？歩はさっきの小鳥の異変を視認できていたらしい。歩にも見えるんだ。まあこの僕が見えるんだから、他に見える人がいてもおかしくはない。だからといって今ここでの話を掘り下げているわけにもいかない。そう思ったのでごまかすことにする。そうだった。僕はただ小鳥が立ち上がっただけにしか見えなかったけど。そうか、すまない、変なことを言ったな。いやいいよ。歩まだ。外から伊月の大きな声が届く。ああ、今行く。大きな声でそう返すと、歩はこっちに背を向けて出口へと歩き出した。いつもだったら歩だけ見えたってことで、歩お前なんかお前だけ見えてるやん、わーいわーいってバカにするところだけど、そういう雰囲気じゃない。それじゃあ俺は帰るな。佐藤さんを頼むぞ。うん、じゃあね。わあ、今回すごい急展開というか、何なんだろう。こっからどういう話になっていくんか全然読めんのやけど。というわけで、さて今回のパートはここまでにします。ですね、さて次回からなんというか、小鳥ちゃんの身にどんな展開になっていくのか、そして暗い世界で見えた、平行世界で見たあの女の人は誰なのか、
次回が楽しみです。というわけで今回はこの辺で。あ、本当じゃ、今年じゃんけ曲戻ったんかな。目覚めた後に曲戻った状態でおるんかな。そこも楽しみなところですね。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。ギャオー、遅ぞー。はい、というわけでまあ、思春期のクマになったコロミちゃんでスタートしました。この定期生放送外でもう一つの選択肢イズキルートの方を見ていきたいと思います。実は俺生放送外でちょっとやってしまってね、どういう内容か分かってるんですけど、ちょっと視聴者さんのためにやっていきたいと思います。じゃあイズキにかけてよ。え、何言ってんの、嫌よそんなの。イズキ、な、何よ。催眠術でもしかしたら頭よくなるかもしれない。お、小鳥ちゃん、それ名案だな、やっちまえ。え、確かにそういう自己暗示聞いたことがないこともないな。そ、そうなの多分今のイズキのそうなのって言葉はさ、めちゃくちゃえ、マジでって嬉しそうに言ったんだろうな。さ、そうなのじゃあちょっとかかってみようかしら。なんか主婦かちょっと奥さん、そこの美人な奥さん、ちょっとこれちょっと試食してみませんか。そこの美人のお姉さん、綺麗だからおまけしますよ。あら、じゃあ買おうかしらみたいなちょっとそんな感じがするね。はいはい、サドとかけるんで、そこっち見てください。ちょっと呆れてる、ひよこちゃん。え、うん。えずきが正面を向く。すると夏雪がひよこに近づき、耳元で何か囁いた。これこれ、待て待て待て、え、まあ面白そうって言えば面白そうですけど。ちょっとひよこちゃん、今ちょっと笑っとったねちょっと何を言ってんのよあんたは。違う違うって、えずきの苦手教科をぴょぴょに教えただけだし。本当でしょうね。ほら早くかけちゃってよ、ピヨピヨ。ピヨピヨって言わないでください。文句を言いながらひよこはイズキと向き直り、その顔をじっと見つめ始めた。ごくり。いいですか、イズキさん、あなたはだんだん凌介さんにデレデレになる。凌介さんにデレデレになる。え、何言ってんの凌介よかったでお前、イズキがデレデレになるってよ。もうもう、凌介さんにデレデレになる。凌介さんにデレデレになる。はい、オッケーです、わかりました。え、すると伊豆木は立ち上がり、なんだその恋で切なくなっている女の子みたいな顔は。うつらな目で僕の方を見つめてきた。わあ、やばい、俺関係ないのに、涼介じゃなく刹那圭介として関係ないのにドキドキしてきた。涼介わ、な、やめろ、なんだその甘えた声は、気持ち悪い。お前結構ひどい言い方だな。あのね涼介、私涼介の隣に座ってもいい。来るな、気色悪い。逃げようとする僕の肩を夏雪がガッと抑え込んだ。さすが夏雪ブロック。もうもう離せ。そんなことをしている間に涼介が僕の横まで来て、身を寄せるように横に座ってきた。ふふふ、涼介、やばい、サムネにしたいぐらいのこの笑顔。どうしましょう。うわ、逃げようとしても夏雪のせいで逃げられない。すると伊豆木は僕の腕に自分の腕を絡めてきた。涼介釣れない、そんなに私にくっつかれるの嫌。何この伊豆木、めっちゃ可愛い。はい、全力で否定してやるなよ。なんでよ涼介。やばい、攻略対象に伊豆木が入ってくるかのごとくです。くっつき続ける伊豆木はそのまま僕の肩に頭を預けてきた。やばい、なんかそういう系のコメディ系の映画を見ているかのごとくの気分になってきました。ドキドキする。シャンプーか何かのいい匂いが鼻孔をくずくる。椿かな。まずい、
相手がいくら好きであるとはいえ、ここまでくっつかれると頭がおかしくなってくる。心拍数が上昇し、顔も熱くなってきた。コナミ、早く写真、写真。お、そうじゃったの。お前ら、面白がってんじゃないよ。撮るな。日月の黒歴史騎士が増えてしまった。ロースケ、それ以上顔を寄せるな。すると、その時である。ん？ん？ゆずき、え、小鳥ちゃん、どうした？小鳥が急に僕とゆずきを引き離すように間に入ってきた。小鳥ちゃん、嫉妬してる。え、何この絵、三角関係？小鳥、何よ小鳥。りょうすけ、嫌がってるね、りょうすけ。どうしてそのアップになるのかな。どうしてそのアップになるんだろうね。え、この近距離で振り向くものだから、振り向いてくるものだから、顔がものすごく近い。ロースケ、あーわーわーこれでドキドキせん男はいないと思う。うん、うん、コナミ、写真、写真。言っとくけど、小鳥ちゃんは催眠術かかってないんだよ、これ。わかっておる。待て、何よ。涼介はみんなの涼介でしょ。小鳥一人で独り占めしないでよね。そう言いながら、今度は僕に抱きついて小鳥をとする伊豆木。来るなよ、来るなってば。それをまた小鳥が阻止した。みんなの涼介なら伊豆木の涼介じゃないから、伊豆木も独り占めダメ。わあ、涼介爆発してくれないかな。もう邪魔をするならこうだわ。え、伊豆木は小鳥に抱きつき、そのままくすぐり始めた。ガチャ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 。伊豆木、伊豆木、やめ、やめて。あ、やばい。この部分誰かめちゃくちゃ声のいい女の人に当てる子頼んでみたいな、これ。ダメ、やめない。抱きついたまま伊豆木は小鳥をくすぐり続ける。あ、ダメ。伊豆木、そして伊豆木はどういうわけか小鳥の匂いを嗅ぎ始めた。ふんふん。すんすん。え？小鳥、あんた伊豆木、涼介と一緒にいる、いつも一緒にいるせいか、涼介の匂いがするわね。お前はダックスフンドか。死ねえよ。さては二人きりの時よく抱き合って。ねえよ。このままではダメだ。いろいろまずいことになりかねない。ひよこ、早く解いて。催眠術解いて。今、スルメイカ食べてるとこなんですけど。何お前、のんきスルメイカ食べとんじゃな。しかもスルメイカってチョイスなんやねん、お前。最近の子供なんやけどさ、ポテチとかにしとけばいいのに。んなもん食ってる場合か。やばいな、これ。大得っていうかさ、逆に損する人がいないような展開だったな、これ。ここまで来たら、女性視聴者もあっぱれって思うしかないレベルの展開だった。そして、伊豆木である。催眠術解けたんやね。しょうがないでしょ？そういう催眠術にかかってたんだから。別に何も言ってないし。コラミの撮った写真を見た伊豆木は、顔を真っ赤にしながらしばらく暴れ回った後、伊豆木まで思春期の雲やったんやな。暴れ回った後ってことは。今しがたようやくおとなしくなったところである。思春期脱出と。ああ、ムービーにしとくんだったぜ。あんたは後で殺すから今のうちに衣装を書いておきなさいよ。それにしても伊豆木、涼介にデレデレというよりただの酔っ払いみたいだったな。それ視聴者さんのコメントで、あの、コナミちゃんに言ったな。確かに。何ですか、そのひょこの才能にケチつける気ですか。で、このままやったら、で、小鳥の記憶を取り戻せないかなって展開になるんだ。なるほどな。やべえ、ゆずきがすごい可愛いなって思えてくる。あと小鳥ちゃんもさ、三角関係っていうのはやっぱどの話でもすごいことになってくる。というわけで、まあ今回この辺で。やばい、ゆずきのこと女の子にしか名誉になってきた。いや、女の子やけど、
女の子やけど、もう本当の可愛い女の子にしか見えようになってきたね。はい、というわけで今回もこの辺でご視聴ありがとうございました。またね。小鳥ちゃん、次回出てきた時は記憶を取り戻しているのか、そして涼介が見たあの少女は誰なのか、次回が気になるところですが、あえて言わせて、いずき、いつも常に催眠術かかっとけばいいのに。そして小鳥ちゃんとの三角関係をいつも続けてほしいところ、毎日見たいね。